こんにちは、すみやです。今日はリエル B です。昨日ですね、ドブソニアン望遠鏡と ASI2600MC Pro でシリウス B を最初に見たんですけれども、その後リエル B も見たいという要望があったので、リエル B を見ました。なんとですね、リエルは5つの連星形で構成されているようですから、A と BA、BB と、そして C と D まであるそうです。残念ながら5つまで見ることはちょっとできませんでしたけれども、リエル B はね、くっきりと見えました。シリウス B よりも意外と簡単に見つけることができますね。まあもちろんシリウス A とシリウス B の間にはかなりの距離があるんですけれども、リゲル B とリゲル A の間よりも広いんですけれども、シリウスが明るすぎてなかなかシリウス B を見るのが難しいということなんですね。ところがリゲル B の方は、リゲル自体がそんなに眩しいぐらい明るくはないので、意外と簡単に見ることができましたね。シリウス B だとね、どうしてもドブソニアン望遠鏡のスパイダーの形がね、残って映るんですけれども、リエル B の場合は、このスパイダーの明かりをね、抑えた形で、中心のリエル A とその脇にあるリエル B がくっきりと分かれて見えましたね。まあですから、リエル B の方がシリウス B よりも発見しやすいということが分かりました。リゲル B も A と B に分かれている連星のようですから、そこまでね、分離できるといいんですが、残念ながら 355mm のドブソニアン望遠鏡ではそこまでは無理でしたね。それからリゲル C とリゲル D ももちろん見えませんでした。まあでもね、リゲル A とリゲル B がくっきりと分離して見えたので良かったかなと思います。ぜひね、皆さんもシリウス B はなかなか難しいというふうにチャレンジしたけど無理だった方もリゲル B なら見れるかもしれませんのでチャレンジしてみてください。皆さん、リゲル B チャレンジしがいがありますよ。シリウス B よりは意外と簡単に遠い恒星の連星形が見えるっていうのはすごいことですね。まあ見かけ上の二重星っていうのはいっぱいあるんですけれども、お互いを回り合ってる二重星、本当の二重星ですね。まあそれはシリウス B とかリゲル B になるわけですけれども、そういうのがね、地球から望遠鏡で見れるっていうのはすごいことですね。はい。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。本日はリゲル B の話でした。あ、リゲル B の方がね、実はシリウス B よりも主星に接近して間の距離は短いんですね。ただ明るさがリゲルの方が眩しすぎないので見やすいということですね。シリウス B よりももっと主星に近いリゲル B が見えるってなかなかユニークじゃないですかね。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。今晩もね、リゲル B とシリウス B を見たいと思います。ぜひ星空ライブにお越しください。この後ね、実際にシリウス B とリゲル B を昨日のライブ配信で見たものを表示をして、こういう風にすれば見えますよというね、そういう解説をしたいと思います。リゲル B の見方。シャープキャップ 4.1 のパラメーターの設定の方法も解説しますので、ぜひご覧ください。どうぞ。
いかがでしたか？意外とリゲル B は簡単に見れるような感じがしました。もちろん望遠鏡の性能とかカメラの性能もあるんですが、なんといってもね、シャープキャップ 4.1 の太陽月惑星ライブスタッキングモードは、実はシリウス B とかリゲル B とか、そういう連星を見るモードにもなるっていう面白い使い方があるんですね。はい。シャープキャップ最新機能の太陽月惑星ライブスタッキングだけではなくて、太陽月惑星連星ライブスタッキングと名前を変えてもいいぐらいね、すごい使い勝手が良かったので、皆さんもぜひシャープキャップ 4.1 のね、最新バージョン使ってみてください。この最新バージョンでファインの値をね、1から3まで広げることになったのはまだ22日に公開されたばかりで、今週の月曜日ですね。そうですね。まだ1週間経ってない。5日前にバージョンアップしたばかりのシャープキャップ 4.1 じゃないと、これはなかなか見えませんので、
まだシャープキャップの最新版を使ったことがない人は、ぜひアップデートして使ってみてください。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。えい。えい。